は、梅村です。今日は、練り消しについてね、ちょっと使い方をご紹介しようかと思います。で、前にもこのご紹介したんですけれども、練り消しこれですね、この大きなやつね。これを1個丸ごと使ってる人もどうもいるみたいなんですね。でこれ1個丸ごと使うっていうのは結構使いにくいと思います。なんでかっていうと、この練り消しってこのままで使うんじゃなくて、こう練って柔らかくして使っていくので、これだとめちゃくちゃ大きいんですよね。でこれの半分でも大きいです。本当に4分の1ぐらいでもいい感じでも、6等分ぐらいした感じでもいいと思います。でちっちゃくして、でそしてそれを練ってもらって、柔らかく、まあ、人肌で温めて柔らかくしてから使う方が結構使いやすいです。なのでこれを丸ごと使うのはすっごく使いにくいと思います。はい。なので、まあ、半分でもすごい使いにくいと思うので、それの、まあ、4分の1でも若干大きいから、もう6分の1でお使いいただくと、とても使いやすいかと思います。はい。なのでこれ1個あると結構長持ちすると思います。はい。よろしければ参考にしてみてください。今日も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。梅村智恵でした。